それでは皆さん、純子さんにいろいろ質問をしたいと思います。まず私一番の悩みなんですよね。コーヒー の栽培の時、ものすごく大量の化学肥料を使ってる、1エーカーあたりに114キロの化学肥料を撒いてるって聞いてるのは怖いんですよね。だからできればオーガニックコーヒーを飲みたいんですね。はい、扱っております。あるんですね。はい、あります。よかった。じゃあ、はい、一応化学肥料やらないとカビたりとかいろんな、ものがついたりするので、どっちがいいかわからないぐらいプラスとマイナスあるんですけれども、ロースティングしてる時にその化学肥料が焼けるで飛んでしまうって言うんだけど、私はどうかと思うんですよね。だからできれば最初からオーガニックの豆、でまあ飲むのであり、あとは、最近流行ってるのは甘蔗、あとはグリーンコーヒーダイエット、すごくアメリカホリウッドとか流行ってるんですよ。はい、日本も流行ってますか？日本ではまだいまいちなんですけども、グリーンビーンズを使ったグリーンコーヒーを、煮出して作っております。わー、ちょっと飲んでみたい。はい、ちょっと飲んでいただいて、その感想を聞かせていただきたいんですけども。はい、もう旦那さんが許してくださった、はい、ありがとうございます。はい、これがグリーンコーヒーですか？はい、グリーンコーヒーです。グリーンの、グリーンビーンズの方を、こちらペルティアラの方を、有機栽培のお豆を使って、1日一晩ソークしたものなんですけども、水に浸して一晩漬けたものを、生皮をよく洗って、でそれを煮出したものにカルダモンを入れたものをお出ししております。スパイス入りですね。はい、じゃあちょっといただきます。はい、どんな感じですか？あ、香りはいいですね。そうですね、カルダモンがやっぱり、カルダモンが入ってないとちょっとごぼう茶みたいな味になりますね。美味しい。なんか冷たくて、そうですね、氷が入ってるからすごく飲みやすいとか、香りがいいですね。そうですね、全然コーヒーの味しない、また未知の味ですね。そうですね、なんかアメリカの UCLA 大学の研究によると、新陳代謝はすごく活性化して、エネルギーも出るし、脳も活性化されるし、あとはすごい強い抗酸化作用があるので、美容にもいいし、なんか体の中からのアンチエイジングって言われるし、その人間持ってる、本来持ってるその脂肪を燃やす力を3倍にしちゃうってすごく、ダイエット効果がすごくいいらしくて、これを飲めば痩せるんですか？そのように言われております。はい、信じないですね。はい、クロロゲン酸が、焙煎したお豆よりもたっぷり入っておりますし、カフェインがやはりたくさんたっぷり入っていますので、目がパッチリ、だから朝に飲まれるのが一番おすすめしているのですけども、エナジードリンクとしてもおすすめです。おー、はい、なるほど、すごくなんかスッキリしてきた、はい、ですよね。さっぱりしてますよ、ね、ある意味では、抹茶に近い？あ、ですね。なるほど、ただ味はちょっとやっぱりカルダモン入れないとごぼう茶に近いですかね。はい、あとでぜひ作り方も教えてください。そうですね、はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか実は純子さんはコーヒー教室もやってて、はい、うちのダニエル・アンチエイジングスクールにも教室を開いてますので、はい、誰よりもコーヒーを調べてる方なので、いろんなデータとかいろんな面白い話、はい、いつも聞いてるので、今回ぜひ皆様にもちょっと少しだけね、はい、
聞かせていただきたいので、はい、まずここに置いてあるものは何ですか、はい、こちらは、焙煎をした目安で、これは2段階目と、7段階目が置いてあるんですけども、なぜ2段階目と 7段階目が置いてあるかというと、浅煎りと深煎りでは成分の出方が違うんですね、うんうんうん、で浅煎りの時は、クロロゲン酸が多く含まれておりまして、焙煎するとニコチン酸が出てくるんですね、うん、でまた焙煎すると香りの成分も加わりますので、ニコチン酸と同じような作用が出ます。でうちでちょっとおすすめしようかなと思っている方法が、浅煎りと深煎りのお豆をブレンドしたもので、うん、クロロゲン酸もニコチン酸もカフェインもその有効成分を全部取ってしまおうっていう、ことをちょっとこれからおすすめしたいと思って、面白い、じゃあ次回は時間ですね、こっちの方が少なめにロストされてて、はい、こっちは長い時間、はい、でもって言っても何分ぐらい、そうですね、こちらの2段階目は、第一ハゼ音っていうのがあるんですけど、パチパチパチっていう音が鳴るんですけども、そのパチパチパチっていう音の前でやめていただくと、シナモンローストっていうものになりますね。でシナモンローストぐらいが一番クロロゲン酸が多く含まれております。で、こちらはフレンチローストになるんですけども、深入りのこのフレンチローストあたりが、カフェインとニコチン酸が多く含まれているのではないかと言われております。なるほど、はい、素晴らしい、はい、ここはまあ、全ての段階、はい、1から8があるそうです、そうですね、まあ、ローストではこの8段階のローストをお好みに合わせて、焙煎しておりますので、お好みに合った焙煎の仕方で頼んでいただくのが一番、はい、いいコーヒーの飲み方だとは思います、はい、実は教室の中で純子さんいつもやってくれるのは、いろんなコーヒー、いろんな国のコーヒーの飲み比べ、うん、もちろんそんなに大量ではないんですけれども、すっごくいろんなところのいろんな種類、いろんな入れ方で飲ましてもらって、すっごく分かるんですよね、違いが。あとはコーヒーの効能とか、うん、豆の見極め方とか結構、プロに説明してもらうとすごく分かりやすくなるんですね。はい、例えばコーヒーの効能で言うと、そうですね、コーヒーの効能は最近ではもういろんなことが言われておりまして、悪いイメージ持ってたんですよね。そうですね、酸性の飲み物なので体に悪いってずっと私は思い込んで、もう全然飲まなかったんですけど、で先ほど PPM's 株式会社 PPM さんの方で、お調べしてもらったら、なんとアルカリ性の飲み物だっていうことが分かったんですよ。それは多分、豆の何でしょう、入れ方とか、そういうの関係するんじゃないですか。そうですね、だから豆を上手に扱えば、オーガニックで、あとはそのね、焙煎のやり方とか、はい、それによって豆が酸性にならないということ。そうですね、あとは、まあ、先ほどは水素水を使ったものとそうでないものも試してはアルカリ性のお水で入れるとすごく、なるほど、でもやはり酸性じゃないかって思ってる方が多かった中で、アルカリ性の飲み物だったっていうことはすごく大きな事実が発覚したと思います。そうですね、はい、私も聞いたことで飲んだことありまして、はい、コーヒー買ったコーヒーは 7.2 のアルカリとペーハー、はい、ということはすごく体と同じような、はい、バランスなので、すごく体にいいって、はい、ねえ、大きな、ねえ、誤りだったんですよ、今まで、はい、だからやっぱり血糖値を下げるのではないかとか、はい、動脈硬化に影響があるのではないかとか、はい、まあ、あとは利尿作用はね、コーヒーはあるっていうのも、ね、お茶もあるし、ね、お茶のあるし、あとはまあ
ダイエット効果があるのではないかとか、はい、やはりそういったことがより技術として最近では研究されています。そうですね。で、実はコーヒーをが大好き大好きな人たちいっぱいいて、そのコーヒーを飲むことで頭が良くなるんじゃないかなっていうも、言う人もいるんですよ。で、ベトーヴェンとかアインシュタインとか、ものすごく大好きだったのに大変飲んでたんですよ。ボルテアとか1日50杯ぐらい飲んでたんですよ。ってそんなに飲んで大丈夫かってね。それはちょっと飲みすぎかもしれない。飲みすぎですよね。でもすごいなんか安心できますよね。そうですね。ただ一番気をつけて、今お話に出たので気をつけてほしいのは、やはり1日に3から5杯が、あ、やっぱり、はい、で飲みすぎは逆効果ということですね。 あとアルコールとか、あと風邪薬を飲む時の前後3時間は、カフェインのものは飲まない方がいいということです。これはすごいポイント。肝障害リスクが10倍に高まりますので、それだけは、危険ですのでおやめください。なるほど。利尿効果があるでしょ。そうすると脱水症状、アルコールもそうなんですよ。だから倍に水分を失うんですよね。そうすると頭痛とか生理痛とかいろんな、なんか水分取られちゃって良くないんですよね。そうですね。要注意ですね。要注意。そこだけは気をつけてください。いい勉強になりました。じゃあこれは世界中のコーヒー、とは美味しい入れ方をぜひ教えていただきたいです。はい、じゃあ次は美味しいコーヒーの入れ方を教えて、谷川さんの方にお入れしたいと思います。ありがとうございます。